はいさい、どうも東京実況アナウンサー伊波大志です。さあ5月8日に開催されます第116回春の全東東急大会、対戦カードが決まりました。今日はその見どころを語っていきましょう。なんといっても3大タイトルマッチ、まずは軽量級です。沖縄の軽量級は850キロ以下というふうに決められておりまして、現在の沖縄軽量級チャンピオンが、はい、東恩納闘牛組合メイキラ陸王がチャンピオンです。そのメイキラ陸王の初防衛戦の相手チャレンジャーが決まりました。そのチャレンジャーが元徳之島軽量級チャンピオン光竜王、名前を改名し源光竜が決定です。はい、来ました。これどれだけすごいかというと、なんとですよ、徳之島の軽量級チャンピオンが徳之島でのタイトルを返上して沖縄に戦いの舞台を移すという、負けてから来たわけじゃないよ。現役チャンピオンがタイトルを返上して沖縄に来る。だから今言われているのが事実上の日本一決定戦として注目されているんですよ。ああ、これを実現してくれました、はい、連合会主催者の皆様本当にありがとうございます。よく実現してくれました。今までもね、実はこんないろんな、はい、今の徳之島チャンピオンと沖縄チャンピオン戦ったらどっちが強いんだろうと思うカードがありながらもなかなか実現できないというのも本当にあったんですが、このタイミングようやく間に合いました。源光竜、この光竜王がですね、年齢的に今14歳って言ってたかな、なんかこれがあと1年2年先延ばしになってしまってたら、戦い終わった後にやっぱ年があるからな、年齢だからなっていう見方になってしまうんですよ。これがもう今絶好調な時、現役チャンピオンの絶好調な時にこのカードが見られるっていうのは、はい、もう贅沢です。で、すでにもう周りでも予想が真っ二つに分かれています。タイプがまず違っていて、メイキラ陸王はこれまでの試合もやっぱ打撃を得意としている、そして追い込まれた時のこの切り返しのうまさ、それに対する光竜王、この源光竜のすごいところが、なんと角はこうですよ、はい、よく言う闘牛でヒラー、もうヒラーというよりもあれはもうボーヌーですね。ほぼ真横に向いているこのボーヌーズの戦いにおいてはものすごく不利だと言われています。だって打撃当ててないから、かなり不利な道具なのですが、これが強い強い。こういった角の牛の戦いの特徴というのは、今まではどっちかというとディフェンスタイプ、守りをがっちり固めておいてスタミナがあり後半勝負を仕掛けるタイプが多いんですけど、源光竜この角でですよ、ガンガン積極的にいく、はい、相手がこんな道具だろうが何にもひるまない、道具を短期内ひるまない、もうこれで賭け、得意技も賭けです。これで首をねじ曲げてしまう、大体の牛がもう首がね、こうなります、もうここぐらいまで首が曲がってしまうんですよ。で、曲げた状態でさらにここで前に圧力かけていくから、相手はなかなか耐えれない。これでね、短期決着で勝負を決めるからかっこいい。なんかこんな角でディフェンスじゃないんだ、ガンガン攻撃型タイプで、しかも短期決着で終わらせる、あのスタイルがかっこいい。で、ここでまたメイキラ陸王の強さは、あの爆発的な打撃ですね、バン。去年の11月でしたっけ、闘竜との試合、闘竜っていう牛は非常に守りが固くて、過去にはですね、ファイティング大吉と47分戦った経験もある、あのディフェンス型の牛をわずか数分で倒したという、もう圧倒的な破壊力、打撃を持つのがチャンピオンのメイキラ陸王です。戦いのスタイルも全く違う中で、どうなるんでしょうね。まず、源光竜としては、やっぱかけれるかどうか。はい、ここです。かけれるかどうか。で、メイキラ陸王としては、かけが外れた時にちゃんと自分の打撃が打てるか。ここが一つポイントだと思われます。あとは、ちょっとね、体重差が気になるところではあります。4月、第1土曜日に行われた計量においては、あの沖縄のルールでは大会の1ヶ月前に計量を行うというふうにやっていますが、チャンピオンメイキラ陸王が830キロで計量をクリア、で対するチャレンジャー源光竜が810キロでした。で、牛主にインタビューすると、まあ、光竜という牛は、まあ、前日ちょっと餌を抜いただけでも、まあ、普通に850切ることができる、それを考えると普段の体重もおそらく830-840ぐらい、乗せて50とかぐらいだと思うんですよ。ところがチャンピオンメイキラ陸王というのは900ぐらいから落としているという印象なので、当日お互いが万事に
絶好調に体重乗せてきた時に、おそらく3、40キロ、まあ大きく開ければ50キロ近い体重の差が生まれるかもしれないので、これをチャレンジャー源光流がこの体重差をどう攻略するのか、はい、ちょっと圧力がありますからね。徳之島の場合は軽量級のタイトルマッチというのが沖縄と違って800キロ以下なんですよ。沖縄850キロ以下だから、この体重差が少しハンデになるというところに懸念がありますが、ただ断言できるのは、はい、どっちが勝つにしても面白いです。はい、どっちが勝つにしても最高の盛り上がりになると思いますので、ぜひ皆さん第116回春の全島闘牛大会、この軽量級のタイトルマッチだけでもものすごいカードになっておりますので、ぜひ会場に足を運びください。